映画、ハイ&ローザワースト X の最速キックオフイベントが10日、都内で行われ、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブの河村一馬、25、D、ファーストのサンザン・リョーテル、23、ら総勢22名が出席した、映像。イベントの様子、この映画は、男たちの友情と熱き戦いを描いたシリーズ累計観客動員数556万人突破の、ハイ&ローシリーズと、累計8000万部突破、不良漫画の金字塔、クローズ、ワーストをクロスオーバーさせた作品。〇〇、主人公の花岡風刺優役を演じた河村は、敵対勢力の天海公平役を演じたサンザンとの撮影裏話を明かした。河村、役者さんでも普段も接し方として役に入る方っていらっしゃると聞いたことがあるので、リョーテルの場合、今作の対になるキャラクターだと思ったので、この子はどう関わったらいいのかなとすごく思っていたんです。なんとなく自分も探っている部分もあって、でも蓋を開けてみたら自分からキャンキャン、ワンちゃんみたいに来てくれて、超可愛いやつだったという感じです。サンザン、ワーストのファンで、一馬くんのお芝居も大好きだったりして魅力も気になるじゃないですか。一馬くんってどういう人だろうという、そういう下心を込めて、早く仲良くなりたいと思っていました。また、格闘家であり今回が俳優初挑戦となる三上ヘンリー太一。映画では最強の男、ナオウ役を演じたが、撮影中、意外なところで頭を悩ませていたという。三上、演技をしている中で常に頭にあったのが、映画 .com でめっちゃ批判されたらどうしようみたいな。作品自体は良かったんだけど、ナオウ役がちょっと、みたいなコメントとかだったらきついなと。なので、短い期間でしたけれど、すごく頑張らせていただいて、自分の持てるものを全部出したという感じです。